福岡西料金所は、福岡県福岡市西区にある西九州自動車道の本線料金所である。すぐ福祉寄りに16町インターチェンジがあり、出口料金所を併設している。上り線は16町インターチェンジで出るレーンと福岡高速道路へ直通するレーンに分かれており、後者では西九州自動車道の料金と福岡高速道路の料金を合算して徴収している。 南側には管理事務所旨、交通管制旨、作業車両待機場等がある。また、料金所の前イバル側には上下線双方に小規模な16兆、PA が設けられている。NEXCO 管轄の有料道路ではないため、ETC の整備は遅れており、2段階での整備となった。2006年11月1日より、東方向の都市高速方面のみ ETC の 運用を開始。2014年3月20日より、東西両方向で ETG の運用を開始した。ノンストップ無線通行、または係員への ETG カード手渡しとなる。16町出口へ、今宿16町と前原方面16町で、料金が異なるため、今宿入口で通行券を発見している。都市高速へここで、 西九州自動車道の料金と福岡高速道路の料金を一括して支払う。2014年3月19日までは本料金所で福祉月仙時間館とスセ前原館が一括徴収されていた。今塾前原のどちらで降りるか告げて料金を支払う必要があり、前原で降りる場合には本料金所で発行される通行券を 前原ル料金所で係員に渡せば、通行料金生産済みとしてそのまま通行できた。ETC 運用開始に合わせて、本料金所での一括徴収は廃止され、ETC 非搭載者が前原ル家に走行する場合には2回料金を支払うことが必要になった。ありがとうございます。